現在、米国で丸三式中距離地対空ミサイルのテストが行われています。今回は、この丸三式中距離地対空ミサイルを詳しく見ていきます。南西諸島に配備予定ですが、いろんな装備の仕方が模索されていますよ。日本も激変する世界に対応しなくてはいけません。伊豆、モモ F-35B 戦闘機を艦載可能になりましたしね。これで抑止力効果は増大します。2021年現在、陸上自衛隊の主力中距離地対空ミサイルとして、配備が進められているのが、丸三式中距離地対空誘導弾、通称中 SAM と、その改良型である、丸三式中距離地対空誘導弾、改め、通称中 SAM 改めである。ことに、近年では、中国からの尖閣諸島を含む、南西諸島の防衛が、自衛隊に課せられた最優先事項となっていることもあり、丸三式中距離地対空誘導弾、改めは、2021年4月に、沖縄の南城篠井念分屯地に、初配備、及び、公開も行われた。これら一連の丸三式中距離地対空誘導弾のシリーズの調達以前は、陸上自衛隊での、この分野の主力は、アメリカレイセオン社製のMIG-23、アーク地対空ミサイルで、中距離地対空誘導弾シリーズへの代替が進められている。レイセオン社製のMIG-23ホーク地対空ミサイルは1950年代に開発されたものだが、日本では三菱重工業者と東芝社の軍事部門がライセンス生産を行い、昭和57年度分から改良型への開配が進められて、今も本州を中心に運用中だ。MIG-23、ホーク地対空ミサイルは、本国のアメリカは、もちろん、NATO などのヨーロッパ諸国や、中東のイスラエル、ヨルダン、クウェート、サウジアラビア、アラブ首長国連邦など、おおむね、西側諸国の国々に、広く採用されている。これだけのベストセラーとなったMIG-23、ホーク地対空ミサイルだったが、当然、旧式化の流れには逆らえず、アメリカ、ドイツ、イタリアの3カ国による代替計画が始まり、日本も参画を検討するも、結果的には断念した。これは、当時の武器輸出三原則に基づく政治判断であり、その名称の通り法令ではなかった。この原則は、戦後の米ソの冷戦構造期の共産主義陣営、および、国際連合の定める紛争地への武器の輸出を禁止するための措置だった。そのため、当初は、これら以外の国、地域に対しては、武器輸出を、慎むものと解釈されていたが、そうした政治的な含みを残した解釈は、次第に失われ、武器、及び、それに転用可能な全ての財物の輸出が、事実上禁止された。一応、この武器輸出三原則の例外国として、戦後日本の唯一の軍事同盟国であるアメリカのみが除外されていたが、安倍政権時の2014年にこれに代わる防衛装備移転三原則が閣議決定されるまで、事実上の武器輸出禁止は続いた。しかし、その後も、そう、竜型潜水艦のオーストラリアへの輸出、B1 哨戒機のイギリス、ドイツ等への輸出など、防衛装備移転三原則下でも、直接の武器輸出に成功した例は、ほとんどなく、規制よりも、需要の問題にも感じられる。さて、丸三式中距離地対空誘導弾だが、当時の、武器輸出三原則の影響から、国産化を目指すことになり、MIG-23、ホーク地対空ミサイルのライセンス生産に従事していた。三菱重工業者が、本体、東芝社が、レーダー類を担当して開発された。丸三式中距離地対空誘導弾は、1996年に、本格的な開発に着手、
名称でわかるように2003年に正式採用され、航空自衛隊のパトリオット地対空誘導弾と陸上自衛隊の81式短距離地対空誘導弾の中間の中距離地対空ミサイルとされた。陸上自衛隊の丸3式中距離地対空誘導弾の配備の目的としては、多層的防空任務を担う兵器と定義されており、敵の対地巡航ミサイルや空対地ミサイルから、陸上部隊及びその施設を守る防空ミサイルだと位置づけられている。ただし、当社の丸3式中距離地対空誘導弾では、敵の低空を飛翔してくる巡航ミサイルや、高速の空対地ミサイルへの対処が不十分として、その課題に対処すべく、改良型の開発を、平成29年度から開始するものと、その目的が明示されている。丸3式中距離地対空誘導弾は、誘導弾本体の発射、索敵、射撃管制用レーダー、射撃統制装置、艦船無線中継、艦船無線伝送、レーダー信号処理、電源、本体運搬、装填の6つの機構を各車両に搭載する構成となっている。これらの機構を搭載した6つの車両のセットで1システムとなり、これが陸上自衛隊の編成上の1個降車中隊であり、約167億円の調達コストで、これらを4中隊合わせたものが、一つの後者特化軍という編成とされている。丸3式中距離地対空誘導弾の運用は、まず、誘導弾本体の発射塔を垂直に直立させ、そこから放たれた誘導弾が、空中で、目標の方向に向かい飛翔。この方式により、運用場所が、橋梁な地であっても、使用に際しての制限が少ないとされている。発射された誘導弾本体は、操作要員と初動のプログラムによって、まず誘導が行われ、目標に近接した時点で、自ら電波を発するアクティブレーダー誘導に移行し、自律的に目標物を捉え迎撃する仕組みが採用されている。この2段階の誘導方式は、海上自衛隊のイージス護衛艦でも採用されているアクティブフェーズドアレイレーダーによる防空システムと同様のもので、全周囲と複数同時目標への対応を実現している。丸3式中距離地対空誘導弾には、周囲の地形をデジタル化して判断、目標物の飛翔位置を予測し捕捉する機能を実装しているため、低空を飛翔してくる敵の巡航ミサイルに迎撃にも対応してるとされている。丸3式中距離地対空誘導弾の正確な射程距離については公表されていないが、これまで実施された日本国内での使用時の想定や、アメリカでの実弾射撃のテスト等の結果から、少なくとも 50km 以上とめされている。すでに、沖縄の南城市の知念軍屯地に、新型の03式中距離地対空誘導弾、改めが配備されたことは、冒頭に述べた通りだが、2017年度から2021年度までの5年で、1セットの1個降車中隊ずつが調達されており、今後も調達が続けられる予定だ。また、防衛省では、この新型の丸3式中距離地対空誘導弾、改め欧米史として、海上自衛隊の水上戦闘艦に搭載する、艦対空ミサイルの開発を2017年度分から予算を付与して取り組んでおり、2023年度の完成を目指している。現在の世界においても、また、ことに、防衛装備移転三原則等により、日本においては、特に装備する兵器の完全な国産化には制約が多いが、丸3式中距離地対空誘導弾のシリーズは、そうした中でも着実に普及を果たしていると言えよう。個人的には丸3式中距離地対空誘導弾、
改めをベースとした海上自衛隊の水上戦闘艦向けの艦対空ミサイルの開発の先には、その艦隊対地ミサイル化、また陸上自衛隊に回帰した地対地ミサイル化が視野に入っているのではと思える。ただし、これらの実用化に際しては、日本国内でのいわゆる敵基地攻撃能力を獲得する攻撃的兵器といった批判が当然のように想起する可能性が高いため、公表する時期や目的を慎重に開示する政治的取り組みが必須となるだろう。韓は中国による海洋進出の戦略を阻止しようと、本土を取るアメリカの動きが功を奏し、中国軍の動きが鈍化することに期待をしたいのだが、彼の国の政策が急激に転換されることは希望的観測に過ぎないようにも思える。